焼肉のタレは、焼肉、または、バーベキューなどに用いられる合わせ調味料。主に醤油をベースとして、ニンニクや唐辛子などの香辛料、果物や砂糖などの甘み、セロリなどの香味野菜などを配合したものが、市販されており、1956年に、北海道札幌市西区に本社を置く、ベル食品が発売した、チンギス汗のタレが元祖とされる。 エバラ食品が1968年にエバラ焼肉のタレを発売した当初は、生肉店のショーケース近くに陳列するスタイルが主な販路だった。家庭でも焼肉店さながらの味を楽しめることから、焼肉普及のきっかけとなる。当初は生肉を焼いてからタレに漬ける、漬けだレ方式が主であったが、モランボンが1979年に発売した、ジャンにより、 生肉をタレにつけてから焼く、もみだれ方式が知られるようになった。近年は、チャーハンや焼きそばなど様々な料理に応用する、アイデアレシピも知られ、逆にメーカーが、消費拡大を目指して、焼肉以外の用途をアピールすることもある。また、ガラス瓶やパウチ以外の容器も登場している。焼肉店などが独自にタレを販売しているケースも、多く、膨大な種類が存在する。 ここでは全国的に流通しているものを主に紹介する。かつて発売していたメーカーと商品など、神戸市の焼肉店、平沼商店の脇には焼肉のタレ専用の自動販売機が設置されている。平沼商店は神戸市でも人気の焼肉店だったが、阪神・淡路大震災の影響で店舗兼住宅だった1階部分が全壊し、 半年後に店を再開したが周辺は更地となって見る影もなくなっていた。そこで PR を兼ねて自販機を設置したところ人気を呼び年間2000本以上の売り上げを誇るようになった。なお、タレ作りは効率の良さから洗濯機を使っている。ありがとうございます。